東京インターチェンジは東京都世田谷区にある東名高速道路基点にあるインターチェンジ。本校では隣接している首都高速3号渋谷線の洋画出入り口についても併記する。東海道の主要都市を東西に貫く東名高速道路の東側の奇襲点である。東京 IC を称するが都心から外れた世田谷区に設けられている。 東京都道311号環状8号線を介して都内各所に連絡する。都心部との連絡は首都高速3号渋谷線に直通する。東京 IC は東名高速の東端ではあるが、本線は首都高速3号渋谷線と直結していることから、インターも中間的な形状となっている。インター構造は土地利用上の問題や、 連絡する環状8号との連携を工夫した結果、トランペット型を多用する透明高速にあって、数少ないダイヤモンド型を採用した。静岡方面に出入りする、片方向アクセスのハーフインターチェンジである。洋画出入り口は、環状8号を挟んで、東京 IC の向かい側に設けられ、都心環状線方面に出入りする、片方向アクセスのハーフインターチェンジである。 構想当時、インターメーションについて議論が行われ、将来、東北自動車道、常磐自動車道の東京が IC を設置する際の名称を考慮して、東京世田谷インターチェンジ、東京間8インターチェンジの候補が上がったが、最終的に、現行名称に落ち着いた。当初は、首都高速3号渋谷線が接続しておらず、東名単独の奇襲点だった。また、 環状8号との交差方法をめぐって、東京都との交渉が難航した。環状8号は、道路中央を通過交通を通すための高架橋を作る計画があり、高架の上を、さらに透明、3号渋谷線がまたぐとけた高さが上がって建設費が高額となることから、日本道路公団としては、環状8号を掘り割りにして、できればけた高さを抑えたいとの意向だった。しかし、 環状8号の直下に埋設物があるため、東京都は、掘り割ア案を拒否の上環状8号の高架橋案に固執した。結果、やむを得ず、透明、3号渋谷線は、桁高さを上げることで対応した。しかしその後環状8号の立体化は行われておらず、現在も東京 IC、洋画で入り口と環状8号の接続は平面交差で行われている。また、 東京 IC 洋画駅方面、洋画出入り口岡本方面の直進は禁止となっている。ありがとうございます。